はい、豊田翼です。本日のメニューは、当たり前のことを一生懸命やることが大事なんだということで、輪島浩一さんの言葉を引用させていただきました。今日は春に散るという映画を見ていきました。それにちなんで、ボクサーのなんか名言っていうのを探したら、そちらから出てきましたんで、はい、なんか当たり前のことってなんだろうな、まあできるって思ってるけどできてないことってやっぱりたくさんあると思います。はい、自分はよくそれを感じるんですけど、でも逆にその当たり前のことをちゃんとできたら結構すごいことなんじゃないかなってやっぱり思います。失礼します。